黒人初のアカデミー賞主演男優賞に輝くなどアメリカの映画界で黒人俳優の先駆けとして活躍した俳優のシドニー・ポワチエさんが亡くなりました94歳でしたアメリカメディアによりますとシドニー・ポワチエさんは6日に亡くなったということですポアチエさんは年公開の映画、ののゆりで、 修道女に頼まれ教会を建てるために奮闘する黒人青年を演じ黒人として初めてアカデミー賞の主演男優賞を受賞しましたその後も夜の大捜査線では差別と戦いながら事件を解決していく刑事役を演じるなどを活躍し映画界で黒人俳優の地位向上に貢献しました また、2009年には当時のオバマ大統領から大統領自由勲章を受けています。オバマ氏はポアチエさんの死教を受け、ツイッターで彼は新たな世代の俳優たちのための扉を開いたとコメントしています。